じゃあおはようございます。キャタラーの広報担当の西倉と申します。広報はですね、社会との仲立ちである。私はですね、この言葉を胸に入社して4年間、キャタラーと、社会をつなぐ、広報マンとして、働かせていただいております。この写真はですね、今年8月に行われた納涼祭の時の写真です。当社でですね、サポートしているアルペンスノーボーダー三木椿選手を、みんなで応援しようと、トークショーの MC として、会場を盛り上げました。約1500人ぐらいの方が、来場していただいたんですが、皆さんがですね、頑張れと、うちわを振ってくれた姿がですね、入社4年で、最も感動した仕事だったなと思ってます。私の仕事はですね、ステークホルダー、すなわち、キャタラーを取り巻く社会とキャタラーをつなげることです。今日の講演もですね、キャタラーにとって大事な広報活動としてしっかり、汗を、かいていきたいと思っております。では最初にですね、キャタラーの名前を今日初めて知ったって方どれぐらいいらっしゃいますか？じゃあ皆さん知ってた。あ、認知率 100% ありがとうございます。ではですね、キャタラーのメイン事業でもある触媒についてご存知の方どれぐらいいらっしゃいますか？触媒知ってる方 5% 以下になっちゃいましたね。じゃあではですね、簡単に触媒についてご説明させていただきたいと思います。触媒とはですね、当たり前にそこにあるものを持続させるという役割を持っているものです。目に見えない触媒のテクノロジーを社会に伝えること、これが私のミッションの一つであり、製品を通じて社会に貢献している企業の姿勢に共感してもらうことが、広報の役割であると考えております。触媒はですね、エンジン付近と、床下の2箇所に搭載されているのが一般的です。下の図のようにですね、エンジンから排出される有害ガス、一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物を無害なガスにトラップするのが触媒の力でございます。触媒は、車やトラック、バイクだけでなく、マリンジェットや、チェーンソーなど、内燃機関を動力とする乗り物や電動工具にも搭載されています。今の触媒のプレゼン、皆さんの心に響きましたでしょうか？私が入社するまでのキャタラの広報はこれだけでした。触媒の搭載場所と触媒の機能、バリエーション、これらの情報だけで社会はキャタラの企業価値を受け入れてくれるのだろうか。入社して、数年、キャタラの広報はこのままで良いのか、とても悩みました。このままではキャタラの評価はなんか環境にいいものを作っている会社だよねまで止まりかなと思ってます。社会にとってキャタラのテクノロジーなんて実は他人事。ソミックさんもそんな悩みないでしょうか？直接社会にですね、リーチできない我々のような B2B 企業はどのような広報が社会との仲立ちになるのか、最近やっと分かってきた気がします。あくまでですね、私の経験談ではございますが、社会をどれだけ巻き込むことができるかが広報のスキルであると最近思っております。皆様は製品やサービスを通じて社会との良好な関係づくりができていますか？例えば製品特徴を伝えるだけでなく、その製品がもたらす嬉しさや価値を社会と共感できてますか？私が考える広報の役割は企業と社会の良好な関係づくりをすることです。それではですね、キャタラーと社会がこの5年間どのように付き合ってきたか、ある数字の推移をベースに紹介したいと思います。この資料はですね、お配りしておりませんので前方をご覧ください。これはですね、静岡県内での企業認知率の推移をグラフにしたものです。黄色のグラフはキャタラー本社近隣6市の認知率、緑色のグラフは静岡県内全域の認知率です。
キャタラに広報機能ができたのは私が入社した2015年。県民10人に1人しかキャタラのことを知りませんでしたが、今では県民の約半数がキャタラのことを知ってくれています。この結果を達成できたのは他人事を仲間事に変える候補ができたからだと私は思っております。2018年1月のグラフをご覧ください。近隣6市の認知率は向上しましたが、県内全域の認知率はほぼ横ばいでした。2017年はキャタラの50周年でもあり、豊岡にアーククリエーションセンターという研究開発拠点も竣工しました。こんな大きなネタが2つあって、広報活動にかける人気もこれまで以上かけたんですが、なぜ認知率が横ばいだったのか。これまでの広報活動を本当に見直すきっかけになりました。2018年度以降、キャタラの広報活動が大きく変化していますが、何が変化したか皆さん分かりますか？ヒントはこちらです。正解は、キャタラ主体の社会貢献活動を始めたことです。これまでもマラソンなど、地域イベントの協賛や寄付などは行っていましたが、キャタラの立ち位置は協力でしかありませんでした。キャタラ主体の社会貢献活動を広報活動に取り入れた結果が、2018年から2019年静岡県全域での認知向上につながっていると私は思っています。それではですね、キャタラの存在が他人から仲間になりつつあることを実感できる事例を紹介していきたいと思います。まず一つ目の事例はですね、シティプロモーションと、教育支援を目的として2018年8月より運行している天浜線ラッピング列車キャタライナーです。外装のイラストはですね、掛川市出身の漫画家大島司先生に協力をしていただいております。公募で約1000件ぐらい来たんですが、公募で決定したキャタライナーの愛称は、運行から約1年半、 SNS 上にハッシュタグキャタライナーでほぼ毎日のように投稿されています。この広告の写真を一般の方が撮影し、キャタラに提供してくれたものです。皆様のお手元にもキャタライナーの写真募集チラシをお配りさせていただいておりますので、ご応募お待ちしております。これですね、9月の受賞作品なんですが、インスタグラムで1200以上のいいねをいただけました。キャタラとの利害関係が少なかった社会、シンプルに言うとですね、キャタラと関わりが少なかった人たちとのコミュニケーションが徐々に生まれ始めている結果の一つじゃないかなというふうに思っています。例えばですが、この投稿、1ヶ月ほど前キャタライナーに乗車してくれたファンの方がツイッターに投稿してくれたものです。キャタライナーの内装に掲載している価格トリビアを自身のネタのように投稿してくれています。キャタラの環境技術が、徐々に仲間ごとになってきてきつつあるのではないかと思います。それでは次に、キャタラの仲間作りに最も貢献してくれている女性を紹介したいと思います。ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、掛川在住の16歳の女の子、三木椿さんです。彼女はですね、4歳からスノーボードを始め、現在アルペンスノーボードという競技で世界で戦っています。2018年、とある会合で彼女と出会い、キャタラーと共に掛川から世界に挑むことを約束しました。これまでですね、スポーツ選手の活動支援を行ったことのないキャタラーではありましたが、今ではですね、スポーツ支援を行うモデル企業になれるようさまざまな取り組みを行っております。現在精力的に取り組んでいることは、彼女の認知率の向上、そしてアルペンスノーボードの競技自体を多くの方に知っていただく活動です。今日もそのために、この T シャツを、着てきました。それではですね、ちょっとこちらご覧ください。ちょっとできればこれ撮影やめてほしいです。日本ではですね、アルペンスノーボードの、これ音出ます。アルペンスノーボードの競技人口はほんのわずかなんですが、ヨーロッパではアルペンスノーボードに乗る人の割合は高く、競技も盛んで、ビッグレースの決勝トーナメントはゴールデンタイムに生放送されるようです。このレースはですね、昨年の、
スノーボードワールドカップ男女混合レース決勝トーナメントの映像です。右側がレッドコース日本代表、左側が、ブルーコースロシア代表、第一走者が、三木つばき選手です。あんまり音が出ないですね。はい、スノーボードのアルペンコースですね。スキーのアルペンレースと異なって、まあ、選手2人がこう並行して、コースを滑るので、とてもこうスピード感を楽しめるのが魅力です。大体時速70キロぐらい出てるみたいです。これがコンビを組んだ芝選手ということなんですが、まあ、昨シーズンですね、ワールドカップでは実はまあ三木選手、表彰台に上がることができなかったんですが、今シーズンはまあ雪辱を果たしてくれると、本当に、願っております。ちなみに今シーズンの初戦はですね、明日明後日ロシアで開催される、フィススノーボードワールドカップです。キャタラーの SNS でですね、速報をリアルタイムでお届けいたしますので、皆様どうか心から応援のほどよろしくお願いいたします。次にですね、将来世代向けの教育支援活動、ワクワク理科教室をちょっと紹介します。まあ、時間の関係もあり、簡単な紹介とはなりますが、今年度よりですね、小学生や幼児向けに理科の課外教室を県西部いろいろなところで行っています。この写真は、先月浜名湖パルパルさんで開催した時のものです。将来世代に対してですね、理科の面白さとものづくりのワクワク感、そして、地球環境を守れる人になってほしいというメッセージを込めて、親御さんと一緒になって、体験できる、課外授業を行っています。おかげさまですね、毎回満員御礼の盛況をいただいておりまして、10年後、15年後県内で就職したい企業として、まあ、キャタラーの名が鳴り響くかなと期待しております。実はですね、ワクワク理科教室はイベントの内容だけでなく、プロモーション活動にも工夫を凝らしています。年に10回ほど開催している本イベントですが、チラシポスターはですね、月に1回自分たちで配る日を作っています。このきっかけはですね、まあ、先ほどの調査で、チラシやポスターによるプロモーションが、まあ、ベンチマーク企業県内20社ぐらいさせていただいているんですが、その平均値よりも圧倒的に低かったんですね、キャタラーは。今の時代と本当にマッチしないオフラインでの PR 活動ですが、教育施設や商業施設、お店などに、まあ、直接足を運んでコミュニケーションを取ることは、他人事を仲間事に変える手法の一つかなと最近すごく思っています。最近ではですね、市の教育委員会にも配布のご協力をいただいており、イベントの周知に本当大変助かっております。この投稿は月曜日に投稿されたものですが、投稿者は先ほどの写真に写っていた女性の投稿です。ポスター貼ってくださいがきっかけで、もう椿ちゃんのファンにまでなってくれました。彼女にとっても椿ちゃんはもう他人事ではなくなっているのかなと。こんなこと事業と関係ないじゃんって思う人たくさん会社にはいます。私もキャタラ従業員全員が味方ではありません。ただ最近ですね、反対勢力の風当たりはそよ風程度になってきてます。まあ、皆さんも勇気づけるためにですね、最後にこの数字をお見せしたいと思います。ちょっとこれもコンフィデンシャルです。これは当社の企業サイトで、直近1年のユニークユーザーがどのチャンネルからホームページにアクセスしてくれているかが分かる数字です。赤枠のソーシャルの部分を見てください。ここ1年で SNS からの流入ユーザーは約1万人増えました。これ結構すごくないですか。毎月1000近くのユーザーが SNS 経由でキャタラのホームページをチェックしてくれています。結果、直近1年の流入ユーザーの約 5% がSNS 経由と、今なっております。またですね、オーガニック検索やダイレクトのユーザーも約 1.5 倍ずつ増えており、まあ、キャタライナ、三木つばきさん、ワクワク理科教室の PR が、潜在層へのリーチにつながっていることを、まあ、確信しております。それでは最後にですね、振り返ってみたいと思います。皆様、日々の仕事を思い浮かべてください。広報担当でない方は社内の広報担当の仕事を想像してみてください。学生に広報の仕事何ですかと質問されたらどう答えますか。こちらですね、国内に最も有名なオンライン辞典ウェビディオで PR を調べた結果がこちらになってます。
皆様が頭に思い浮かべた広報の仕事と一致してますか？実はですね、これほとんど間違ってます、宣伝や広告は PR ではなくアドです。日本では PR をプロモーションや広告宣伝と勘違いしている方が多いのが現状です。皆様の会社でもそうではないでしょうか。 PR はパブリックリレーションズの略語です。何度も言いますが、広報は企業と社会との関係を作る仕事になっています。ちょっと時間もちょっと過ぎました。短い時間ではありましたけれども、キャタラの広報活動の一部をちょっと紹介させていただきました。広報は企業と社会との関係を作る仕事であるということを皆様の会社に持ち帰っていただければ幸いです。私もですね、キャタラが社会からのたくさんのいいねをもらえるよう社会との仲立ちになっていきたいと思っています。ご清聴ありがとうございました。